はい、獅子座の皆さん、こんにちは。夏希です、いつもご視聴、コメント、高評価、それからチャンネル登録もありがとうございます。励みになっております。ですね、今回はずっとやりたかったんですけれども、10月、11月、12月の3ヶ月の運勢をまとめたリーディングをですね、配信していきたいと思います。いつも鑑定でやってるスプレッドではあるんですけれども、動画にするのが初めてなので、ちょっとつたない感じになってしまったらちょっと申し訳ないんですけれども、はい、10月はもう前半出てますが、後半の動画とか、あといつものね感じで深掘りの動画も出していきますので、そちらと合わせて参考にしていただけたら良いかな、なんていうふうに思います。はい、では早速獅子座さんの3ヶ月リーディングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではカードが出揃いましたので、順番に解説をしていきたいと思います。ですね、今伏せてある3箇所が10月、11月、12月となっております。展開してしまっているものもあるのですが、こちら側が過去から現在のようなもので、中央2枚が対策、そしてこちらオラクルという位置になるんですけれども、キーカードのようなものですね、そちらがジャッジメントの聖地で出てます。はい、では、現状も合わせて、リーディングをしていきますが、まあ、10月の前半は動画が出てますけれども、後半も新しく出しましたので、そちらと合わせてね、深掘った内容とか、まあ、現状とかをちょっと照らし合わせながらね、見ていただけるとよいかと思います。まず今獅子座さんなんですけども、やっぱりどうしても新しいところに向かいたいっていう感じがあるんですよね。まあ、他者とのいざこざだったりとか、こう長い間の討論とか、まあちょっと自分の中でこう煮え切らない思いみたいのがあって、まあ、それゆえです
けども、やっぱり新しいところに目指していこう、ここではないどこかに行かなければいけないなっていうふうに思っていらっしゃる方がやっぱり多いんじゃないかなと思うんですよ。それっていうのは、まあ、その過去の他者とのいざこざがあったにはしていても、まあ、やっぱり新しい思いみたいのが自分の中であるんですよね。こう新鮮なここに向かいたいなっていうフレッシュな気持ちがあったりとか、新たにこう自分が目指したいものっていうのが見つかって、その思いが溢れ出たからこそ行動にするっていう感じがやっぱりあるんですよ、うん、ずっと温めてきた思いかもしれないですけれども、それやっぱり形にしたいなとか、まあ、もう今はここじゃないかなっていう感じで、次のところに向かおうとしているところだと思うんですよね、まあ、その行動にちゃんと移せているかどうかとか、新しい場所にたどり着いているかどうかはまあ別として、やっぱり気持ちが最優先、うん、石田さんのそのやっぱり新しく踏み出したいっていう思いがあるからこその今なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、周りの方々は、まあ、それに対してこう同調してくれる方もいらっしゃれば、まあ、賛否両論っていう感じはありますけれども、やっぱりまあね、獅子座さんは責任感が強くって自我をしっかりと持っている方なので、まあ、やっぱり他者の意見に流され続けてしまってもしょうがないですし、あとまあ自分の状況とか周りの環境とか自分の立場とか考えた時に、やはりやっぱり自分が納得のいかないものっていう風になっているならば、まあ、もうここではないかなっていうふうに思えたんだと思うんですよね。そう、でもいい傾向だと思いますし、まあ、過去の行動にカップのエースが出てるっていうことはとてもいいものに出会ったんだと思うんですよ、うん、新しく獅子座さんを変えてくれるようなものに出会って、まあ、そこにね向かっていくっていうのはとてもいい、傾向なんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんなことを踏まえて10月ですね、見ていきたいと思います。うん、ジャッジメントとソードの3ですね。すごいですね。こうオラクルでもジャッジメント出てて、10月でも出てるっていうことは、やっぱり何か復活するんでしょうね。思いが復活するんだと思います。っていうのも、やっぱりなんか傷ついてきた思いとか、どうしたんだろうっていう不安とかをこう再生してくれるかのような、復活の心だと思うんですよね。多分こう歩き出すまでに不安だったこととか、歩き出してからも不安なことたくさん皆さんお持ちかと思うんですけれども、そこの不安みたいのが多分一番強いのも10月かもしれないですが、それを救ってくれるのも10月だと思います。はい、深掘りの動画をね、この後撮るんですが、まあ、ちょっと照らし合わせてね、私も読みたいなと思うんですけれども、まあ、キーカードに何と言ってもジャッジメントが出てますので、やっぱり今まで自分が温めてきた思いも復活してくるし、そういう不安とかを打ち消すような何かがまたね湧き上がってくるんですよね。なので、まあ、ジャッジメントって、ワールドっていう一番最後の大アルカナのカードの1個手前なんですよね。1個手前であるからこその復活の思い、そこを経た上で成就と完結に導かれていくっていうところであるので、やっぱりねとてもいい風が吹いてると思いますし、まあ、不安なこととか絶えないかとは思いますが、ちゃんと救ってくれる何かがね10月ありますので大丈夫だと思います。はい、で、まあ、対策2つ2枚出てるんですけれども、まあ、キングオブワンズの逆とハーミットの逆ですね。なので、まあ、やる気を、持ちすぎないこと、やっぱりやる気がありすぎて空回りっていうこともあると思いますし、あとは考えすぎないことですね、うん、ちょっと流れに身を任せてもいいかと思いますし、まあ、なんか自分が不安でしょうがなかっただけで、意外と周りの人はあまり気にしてないとか、その対相手はそんな風に思ってたのっていう感じがするんですよ、うん、なのでまあ責任感が強い獅子座さんなので、いろいろとこう自分の計画とかこういう風にやっていきたいんだって思いが強いかもしれないですけれど、ちょっと肩の力を抜いて、まあ、考えすぎずに相手の出方を待ってみるとか、少し、気にしないように余暇、休暇を入れながら過ごしてみるとか、そんな風にすると自分のメンタルバランスも取れるんじゃないかなと思います。いいですね。10月はなんか結構いい、こうパーッと明るくなるような兆しがあるような気がします。はい、なのでね、ちょっとこう考えすぎるのもこう自分で自分を傷つけてしまうので、あまりやりすぎないように、うん、控えていただくと良いかなと思います。はい、じゃあ11月ですね。
うん、ザ・シャリオットの逆と、お、エース・オブ・ワンズ、いいですね。またなんか落ち着きを取り戻せそうな感じがありますね。シャリオットが逆に出てるっていうのもいいですし、まあ、その落ち着きを取り戻したがゆえに、その自分のその思いみたいなものとか、ここから耕していこうっていう思いがこう冷静になれるような感じがあるんですよね。こう周りのことに惑わされないで、まあ、着実にこれをやっていこうとか、あ、これってやっぱり自分が選んだ道として良かったんだなっていうのを実感できるようなところだと思うんですよ、うん、なので10月で多分心的には少し一旦落ち着くと思いますので、11月の流れとしては結構落ち着いてゆっくりいけるんじゃないかなと思います。とてもやっぱメンタルバランス的にはいいような感じがしますよね。落ち着いて着実に一歩一歩歩んでいこうっていう意味なので、うん、それゆえこうね、芽吹きもやっぱりあったりとか、未来からの手が出てたりとか、うん、そういうものをね、こう経験が少ないながらもとか、あと新しく始めたばかりだけれども、ふつふつとね実感できるような素敵な時期になりそうですね。いいですね。ちょっと補足も引いてみましょうか。この新しい思いがどんなところに連れてってくれるんでしょうか。うん、シックスオブソーズなのでやっぱうまく流れていきますね。それでよかったんだなっていう風に腑に落としてくれるんだと思うんですよ、うん、この新しい芽吹きがきっと流れがね、これからも良くなっていくので、そのね、波に乗った方がいいよっていう感じを教えてくれそうですね。いいですね。12月の流れこれから見ていきますけれども、とてもいい風に流れてまた来年に進んでいくんじゃないかななんていう風にシックスオブソーズ見てると思ってしまいますね、うん、この車輪がね回り出すと思いますので、まあ、11月はゆっくり噛み締めつつ一歩一歩日々をね実感していただければ良いんじゃないかななんていうふうに思います。はい、では12月ですね、うん、テンオブワンズの逆、それからセブンオブワンズの正位置ということで、いいですね。重荷も取れていきますよ、うん、そして最終的には自信が持てそうです。いいですね。精神的にこう安定して今年が終われるっていうのはとてもいいことですし、まあ、今まで自分が抱えていたものとか、今まで自分が思っていた責任とか、こうしなきゃいけないっていうちょっとしたしがらみっていうのがね12月取れていきますので、それゆえこういろんなことがクリアになって自分に自信を持っていけるんじゃないかなって思いますし、ここからのね新しい流れみたいのは始まってはいくと思うんですけれども、自分に自信が持てつつも、まあ、周りの方からも信頼を得て少し引っ張っていくようなアクションになる方もいらっしゃるかもしれないですね。うん、まあ、12月って一般的にねとっても忙しい時期でありますので、まあ、最終的に肩の荷が下りるっていうふうに、まあ、読んでもいいと思うんですけれども、忙しいと思うので、はい、でも、まあ、自分が抱えている精神的なものとかもしっかり、年末にはね落ち着いていくんじゃないかななんていうふうに思います。またきっとここまで来れた自分を誇りに思えると思いますし、少しね自分でそういうことを乗り越えてこれたんだぞっていう自信とか、それをちょっと人に伝えられるぐらいになれるんじゃないかなと思いますね。いいですね。このセブンオブワンズのいい意味のところがねこう伸びていきそうな12月になりそうですね。いいですね。まあその対策がさっきも言いましたが、まあ、やる気を出しすぎないことと考えすぎないことっていうのがそもそも出ていますので、まあ、11月はねゆったりと日々をかみしめながら、落ち着いた日々を暮らせるのかなと思いますけれども、まあ、12月にテンオブワンズが逆で出てはいますけれども、あまりこう責任感がね強い獅子座さんなので、肩の力を抜いたぐらいの方がねやっぱり物事はうまく進むのかななんていうふうに思います。あまり考えすぎずに進んだ方がうまく流れてね自分に自信も持てると思いますし、そんなところをねこの3ヶ月意識していただいたらとても良いのかなと思います。最終的にはやっぱり今までやりたくてやれてこなかったこととか、ずっと諦めつつ胸にしまってきた思いみたいなのを復活させて、なんか成就実りそうな感じがあるんですよね。この2025年の成就と完結に向けて、復活の、ね、思いから始まり、
年末までにね準備が整っていくんじゃないかななんていうふうに思いました。いいですね。こうきっと今まで頑張ってきた方もいっぱいいらっしゃるかと思いますので、少し、新しい波にね乗れた時には、流されてみるっていうのもいいと思います。それでもきっと今の獅子座さんは流れていってもうまくやれる力をつけていると思いますし、最終的にはねもっと自信が持てると思いますので、はい、あんまりねこう気張らずに、日々をまあちょっと楽しむぐらいで、過ごしていただいたら良いのかなと思います。はい、では、こちらのオラクルカードから最後1枚いただいて終わりにしたいと思います。うん、ニュームーン、いいですね。リンクしますね。新月というカードが出てきました。I harness the energy of the new moon to set fresh intentions ということで、まあね、新月っていうのは新しいことを始めたり、新しいことに対しての願い事をするといいよっていうふうに言われている時期なんですけれども、まあ、まさしくねそういった、新月のエナジーエネルギーを経て、それを自分にセットすることでまたねいいフレッシュな感覚を身につけていけるよっていうカードが出てます。本当にまさしくその通りで、もう何も言うことはないかなという感じですけれども、その新しい思いとかにねもう悩んだことがあっても、自分はこれをしていきたいんだっていう自分の新しい信念みたいなものとか、新しく生まれ変わった自分、アップデートできた自分を、盾にしてというかね、味方につけて、日々進んでいっていただければ大丈夫かと思います。その新月のパワーをうんと感じながら過ごしてください。はい、とても良いですね、獅子座さん。またね、前半後半の動画はいつも通り出していきますので、そちらも合わせてね今後も参考にしていただけたら嬉しいです。はい、ではちょっと手短になりますが、今回はこの辺で終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。失礼します。